お嬢様、ただいま戻りました。ご所望の本、お嬢様？おかしい。お嬢様はおろか、メイリンやパチュリ様の気配もない。みんな、どこへ行ったのかしらね。ごきげんよう、サクヤ。役も、ゆかり。何か楽しいことがあったみたいじゃない？思いつきで、というのは否定し、私も参加したかった。どうせいつものように寝て、否定はしないわ。それで？そうね。どうやらご不在のようだったので、かわ、しらじらしい。お嬢様、あら、そう、平さん、たぎらない、たぎらない。口で言ってもわからないよね。それはこっちのセリフ。少し頭を冷やしたら、頭の悪い人間、気づかないよ。春がまだ来ない。春、面白いと思う。誰かに盗まれた春、誰が何の目的。春が、確かにお嬢様がいないこと。お嬢様、私の世界へ。
メイリン？どういうことな？は、話は後で縄を解いはいはい、分かっています。あ、あなたはレミリアのメイドじゃな？どういうことか。え、うちの門番がお世話になっているようですが。あれ、メイリン？あなた以外誰がいるか知らない。力ずくで来い。そんなタッ。止まれ。私の世界へ。それもそうね。ありがとう。メイリン。いや、そのちょっと前まで高魔館の庭で。あ、いや。どっちも同じです。すみません。それで？昼寝をしていたら。ということは誰も。私あれあるもん。ありあありべ。アリバイ。そう、アリバイだってさっきまで。それを知っているということはメイリンを襲うのは物理的に不可能と。うん、私はただこの方角に。なるほど。ああ、ようやく分かってくれた。何か。ほらメイリン。はい。こえそりゃあ！メイリー！